皆さんこんにちは。今回のテーマは英語のダジャレです。皆さんはこれまでたくさんのダジャレを耳にしたことがありますよね。布団が吹っ飛んだがその代表でしょうか。実は英語にもダジャレがあります。今日はそんな英語のダジャレをクイズ形式でご紹介いたします。 What is the seasoning that you catch? あなたが捕まえる調味料は何？という問題です。さあ、答えは次のうちどれでしょう。マヨネーズ、2シュガー、3ケチャップ。正解は3のケチャップです。ではどこがダジャレになっているのかを説明いたします。捕まえるという英語はいくつかありますが、キャッチアップもそのうちの一つです。キャッチアップとケチャップの発音が似ているところがダジャレになっています。皆さん正解できましたか？外国の方とお話をする際に英語で冗談が言えると会話はより盛り上がるでしょう。今回ご紹介した他にもたくさんのダジャレがあります。いくつか覚え、外国の方に披露してみてはいかがでしょうか。きっと仲良くなれるでしょう。